いつもと違わない？あ、気がついた？でも僕だけじゃないんだよ。ナルシアも、それにポポロクロイス城もこんなに変わったんだ。一緒にお城を見て回ろうよ。できるのね。あ、待って、ポポロクロイス物語3で冒険するのは僕たちじゃないんだよ。え、それじゃあ私たちもう一緒に冒険できないの？心配しなくても大丈夫。僕たち2人はポポロクロイス物語2でまた会えるじゃないか。そうだ、この世界で冒険するのが一体誰なのかその時わかるかもしれないね。私そろそろ帰るね。日も暮れてきたし。今日はありがとう。とっても楽しかったわ。